シーラ君にタンク噛まれてますよ。大丈夫さん大丈夫ですか。さあ白イルカでとっても遊び好きな動物なので、パフォーマンスの間にもたまーにこうやってダイバーさんと遊びたいことがあるみたいですね。やだやだーって言ってますね。さあ最初にね、深夜のミーレはボールでキャッチボールをしていましたが、あれもパフォーマンス以外の時間にも遊んでいることがありますので、よかったらねこの後見てみてください。さあ今度はあの頭の上から空気が出ていますが、あそこに鼻があるんですね。あの鼻から出した空気を上手に使って連続バブルリングに挑戦していきます。いくつできるかは私にも分かりません。今日のシーラの気分次第ですので、皆さんよかったらシーラのこと拍手で応援してあげてくださいね。ありがとうございます。さあそれではいきましょう、連続バブルリングです。上手にできるかな。まずは1つ目、そして2つ目、まだ出ますね。3つ目、なんと4つ、拍手にお答えして5つ、なんと6つ、まだ出まして7つ。なんと今日は最高記録の7つのリングが現れました。ありがとうございます。さあこれで皆さんの幸せなんと7倍にも大きくなったと思います。ぜひ楽しみに待っていてくださいね。それでは今度は皆様に幸せの魔法にかかっていただきましょう。今度のリング名前をマジックリングと言います。今度は白イルカの口元ではありません、頭の上ご注目です。その名前の通り魔法のように現れますよ。それではシーラー上手に